どうするできないですねじゃちょっと待ってください先に放送スタートしてからそっち出しに行きますけあ、あ、できたできたできたあ、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 あ FEC チュンド 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 エイシチューンドー、エイシチューンドー、K Y デンジャラスのデンジャラスナイト。さあ始まりましたデンジャラスナイト、K Y デンジャラスのコウタと中地でお送りしています。よろしくお願いします。 いやアッサーさんから「はい、デンジャラスナイト来ましたあの KY チャンネルの新作面白かったですナイスリアクションですなかちさん <laughs> はい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  KY チャンネルっていうね、うん、あの僕たち YouTube も動画で出してるんですけども、うん、あのその一番新しい動画がはい、はい、僕の車を盗まれるっていう <laughs> あのガチドッキリを。 されてですね。やばかった、めっちゃ面白かったな。僕は本当に本当に怖かった。でもあれさ、カットしたんだけど、カットしてない部分があって。はいはいもうやばすぎてカットしたんだけど、あれ実は中地ハサミ持って立ち向かってる。あの僕の親友が犯人の役をして、で中地がいつも鍵閉めないんですよ車の。はいはい。だから中地は車を取って。 運転して、中地の目の前を通って逃げるってドッキリしたんですよ。で、中地が、この両取って友達の車、ええ、え、え、怖い、追いかけようって言って、追いかけて。やばいやばいやばいって言って、こいつ車にあって、ハサミ持って、まわーって言って。そのね、ちょっと。これやばいやばい、これやばいと思って。そう、そこカットしたんから、あんないい感じドッキになってるんですけど。殺人未遂でした。もう中地がね。 いざとなったらはさみ持って追いかけてくるんで、僕もね、ちょっとびっくりしました、本当にマジで。やっぱね、車の鍵はね、ちゃんと閉めましょう、本当に当たり前のこと言いますけども、き今日もしっかり鍵っぱでね、FM ノワンの建物の地下1階の駐車場に停めてますので、今来たら、本当に盗めます、白の乗用車なので、本当に盗めるんで、皆さん。 ぜひ盗んでください白の乗用車でね、うん、見たいでしょ、YouTube、中地の車だと思ったら、盗んでください、本当に,に鍵閉めない、はい、鍵をそのまま置くんですよ、このハンドルの上にに。 いか、行かれてるんで。まあ、あ盗んだら一応ハサミ持って追いかけ <laughs> いやいや、やめろ。それは。おばあちゃんの車なんだよね。おばあちゃんからもらった、あの、うん、片見の車です、ね。いやいやいや。鍵閉めれ <laughs> めっちゃボッコボコに。<laughs> ボッコボコよこいつ、頭おかしいまじで。俺が、こいつの車運転したんですよ。<laughs> うんうん、で、ほん にて、俺、電柱に1回バックしてるときに間違えてゴーンってぶつけたんですよ。で、外出たらめっちゃへっこんでて、あ、やばいこれ弁償やつだと中地ごめんって言ったら、ああ、いいよいいよ、どんまいみたいな。ほんとに。あっ、行かれてる、行かれてる。あいいよみたいな。そんなんいいよ、行こうかいみたいな。結構へっこばしてたんですけど。だよね今、セロテープでなんかこの車のタイヤの部分を靴。 けててそれがあの取れたらガカガカガカって言いながら走るからなんでそんな車乗ってるなんならこいつがおばあちゃんからもらった時に俺と友達でノリでこいつを車の上登ってこいつを車のこのに上からこいつをガラスにションベンしたんですよ2人でジョロジョロジョロって「こいつそれでもなんもいいん別に別におみたいな「おーいおーい応援はみたいな。 コンデリアクションいやだからねあの車に対してそんな愛情とかねなんもなかったから盗まれてもねあなんとも思わないかなって思ってたんだけどいや気づいたらハサミ持ってますね案外まあ案外車なくなったらやばいいや KY チャンネルもねぜひ 皆さん見てください、僕たちがやっぱる YouTube なのではいいよろししくお願ます今日の企画はね、楽しみっすね、そうですね本当にね、あの俺と中ち、本当にはははいいいまあ学校もだったんですけど周りの友達もなんですけど、かなりやばいことをやってきたんで、それを正直隠してたんですよ、ははいい理由があって、事務所に怒られるんですよ、普通に。ははいい 事務所に本当に怒られて幾度となくね呼び出しををってましたからもう本当にもう隠蔽しようみたいなはい、はい、<laughs> これお前らの過去は隠蔽しようみたいになってたんですけどで、はい、俺ら正直2年ぐらい隠蔽したんですよずっと、はい、もうねもう言いこぶってやってたんですけど、うん、まあ下ネタ程度で終わってたんですけどもうなんていうのかな今もう俺ら大人になって19、はい、まあ来年20もうそろそろ なんじゃないかないいかなと2年ぐらいだけしかたってんけど。いいかなとね隠すのが嫌なんですよ。みんなも嫌っしょ隠す、俺たち、当に。うに。隠すのが嫌だなと思って。はいはいはい。もう、この際だからね、そう。すべてさらけ出して。さらけ出して話して、最後に、もう一生しませんって謝って終わろうということで。反省はちゃんとしてますからね。反省した上で。 あ皆さん本当に引かないでくださいね。<laughs> 引く内容もあると思うんで、<laughs> はいはい、真実です今から,からいろいろコメントしてます。はいはい。えーはるかさんから、はい、見たよカッコ笑って。あありがとうございます。はいありがとうございます。ます <laughs> これからもずっと見てくださいね本当に。はい、はい、ゆうとさん冗談です。<laughs> いや 冗談です、だけ読むな。下も読め、下も。中田猫さんから、盗ませていただきます。来なないいいいでくだだささささ本当にサ持ってておたペペーーーーータタタんんんんんんかからら一応しきこばはバゲのあ すごいユーチューバーっすよ。あーなんか、チャンネル登録者数も相当多いです。ええ、サバゲー。したいね。サバゲーっていうのは。あ、サバイバルゲーム。そうそうそう。あんな、こんなしてね。銃を持って。なんか。まあ、せ戦争みたいな。弾はなんなの、あれ、弾は。痛いや、つなんだろう。痛い、多分、痛いよね。ええ、やってみたい。いろいろね。あの、サバゲーとか、そういうのやってみたい。やってみたいですね。今後もぜひ、ちゃんと撮ってやりたいですね。そっち。はいはい。そういう意味。 はるかさんから、なおさんと雨とか降ったらへこんでるところとか、さびできたりすぐ壊れるよありがとうございます。なん響かないですね。中地車とかどうでもいいって思ってるんで、中田猫さん、心が広いのか、アホなのか、いや、心が広い、あホだろ、普通にアホだよ。ペーターさん、駐車場の陰から見ています、怖い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 。 ね、怖い怖いもう本当に取っていってください <laughs> 取って売ってください金にならないですけど <laughs> レアル50円ぐらいだと思うさんが今度企画でやりましょうか、はい、おぜひ,ぜひお本当にやりたいです、はい、マジで僕輪ゴム鉄砲で戦うんで <laughs> なんで、はい、戦いますそれではそろそろじゃあ1つ目のコーナーいってみますかはい k y d e n g e r のアンケート調査 はいといとうことですね、はい、このコーナーはあるお題に対してツイッターのアンケート機能を使い調査するというコーナーです。はい、今週のお題はこちらあなたは誰にも言えない人生の汚点がありますかということですね。はい、まあこれはあるでしょう。皆さん、まあ、みんなありますかそれを、うん、だから言えるお点なのか言えないお点なのかどんなんだろうね。 まあ身近では浮気だったりとか分かりやすいので言えばねまあもっとまあ細かいのでまあ性癖だったりとかはははいはい、はいてんというかまあ、うん、みんなに言えないことはははいはい、はいこれまあみんなねそれぞれま,まあみんな聞いてる人がいくつかは分からないですけどもはい、はい、僕たち19で、うんはい、人生のおあのー、このコーナーをやろうということでねあのー、なんまあ 俺とコータそれぞれ人生の汚点じゃあのとりあえず紙に過剰書きしようぜって言ったノート2ページぐらい <laughs> 全部埋まってしまって <laughs> やばいやばいみたいな <laughs> あこんなあるんだと思ってこんなあるんだと思って過去を振り返りながらねまあ まじ人生っていうのはもう失敗の積み重ねですから。そうですよ皆さん。いいように言いますけど。これは皆さん踏まえて。ま僕たちのお転も踏まえてね。はい。もう本当に理解してもらえたら嬉しいですね。はい。えいじさんから奥歯が半年穴開いてるのが唯一のお転。お転？これ何なん？半年穴開いて穴開いての穴開いて半年ってこと？それで半年間だけなぜか穴開いてる。 奥歯が半年は泣いてる古典なのかなそれはまあわからないからいいんじゃないかな <laughs> はいはいタークーさんたくさんありますはい、はい、あーやっぱあるんでしょうね,ね言えることも言えないことも、うん、<ー>実はねサバゲーの銃の中にたまに実弾混ぜてる <laughs> <laughs> それ笑いたまに実弾混ぜてる <laughs> 3日で1回実弾混ぜてる <laughs> 偶然も当たってないだから <laughs> リアルおてん <laughs> いや怖そうや怖それではツイートしましたはいはいこちらの結果はですね番組の最後に発表したいと思いますはいではここでね、まあ、企画の前に一旦 CM に入ります CM の後は人生のおてん隠さず話しますのコーナーですどうぞいやーおてんでもこれ事務所の人が聞いたらどうしようか,どうしようかなマジで怖い怖い本当に 毎週ね、デンジャラさないと怖いんだよな、<laughs> 本当にえ。びっくりしたんだけど、俺なんかこの前、撮影で一緒だったときに、うん、相ゆもさんのもこさんが聞いてたって言ってあ<ー> <laughs> しかも最悪の場所キ聞いてたもんな、俺たちが、くりとりしてるときに、偶然聞いてるから。って <laughs>、はい、俺、もう、しかも、ね、そ,その日さ、その日、俺、見返したんだけど、YouTube。 その時しか下むでの話してんああたまたま別に1時間その話の時もあるはいその日だけその1分ぐらい話してる時だけピーポイントで聞いててうわで普通にあの弾いて1分で終わったってわかりますかねあいもこさんティーチ・ターチ・ミーチのあのね別にティーチ・ターチ・ミーチで同じ意味だなそうかゆカ夫婦とかだユ夫婦ティーチ・ターチ・ミーチはあれ歌ってるの違う人だしああそうなのうんそうなのそうなの 数を、あの、ひたすら数える夫婦です。<laughs> 違う、違う、違う、違う。これ聞いてたら、どうしよう。<laughs> や,ばいやばい、やばい。<laughs> 本当にもう怖い、マジで、ずっと怖いからね。いや、これ、俺さ、正直言って、俺、俺、これ、エフェクトなんで俺、ずっと、この番組さ、続かしてもらったら。はい,は,いはい、はい。二三年後とかに、俺たち、多分、沖縄の芸能界は、分からんけど、芸能界の闇とか見てると思うから。はい,は,いはい、はい。もっと、<の>とか、暴露したいんだよな。 なるほどね実は何々で番組で有名の何々さんはめっちゃインポらしいよとかあれ本当か分からん情報とかめっちゃ流すいつか大物芸能人がツイッターで誰だってインポらしいっすねって言ってめっちゃ来てどっからの情報って言ったら FN 技能なんて KY デンジャラすがみたいな最悪なラジオになっちまうな KY デンジャラスのデンジャラスナイト。はいデンジャラスナイト続いてのコーナーは人生の点隠さず言います。<laughs> いやいやいやどういうことこれ。はいまあねドヤ顔で人生 <laughs> の隠さず話します。<laughs> これによっていいことはあるのかなって俺たちがもう売れなくなるっていうだから悪いことしかないんじゃないかなってだんだん思ってきたんだけどこのコーナーですね僕たち k y デンジャラスのまあの人生のお手をね包み隠さず包み隠さず全て話していくというコーナーです正直言いますデメリットしかありませんありません本当に話したところで何があればみたいな話なんです俺たちはこれだけですよみんなにね隠したくないんですよ 本当にそうです。俺たちがやってきたことはもうやってきたことなんで、ははいい話したいと思います本当に。まあこのね、これがいつか五年後くらいに、でもなんかね、なんかめっちゃすごい CM とかもらってさ、三年後とか、よっしゃと思ったらこのラジオがどっかかか流出して、なるほど。取り消しとかだった、まあそれはそれで、おもろいから。おもろいから。おもろいから。ね、あの本当に考えれば考えるほどデメリットしかない企画となっていますはい。 心理テラスさんから、暴露暴露くろ、いやいやいや、みんな暴露好きでしょ、暴露大会とか、しょうもないのもいっぱいあるんで、別にそんな暴露って言ってハードル上がりすぎたらあれなんですけど、しょうもないのいっぱいあるんです、本当にやってきたことを、だからもう、素直にそんななんか面白いとかじゃなくて、面白くないですよ、正直、ただ俺たちがやってきた、もう本当に人生のだめなこと、お点を話していくだけです、すいませんでした、本当に。 先に謝っときます僕たちは本当に人間のクズです。じゃあ誰から、じゃあ俺から話そうか。ちょっと一瞬で終わるのもあるんだけど。じゃあ俺がじゃ早速話していきましょうか。じゃあ俺初のぞき。早速やばいんだけど。俺が初のぞきしたい。じゃあ俺が初のぞきしたい。まあまあ時効かな。 あの幼稚園リアルにリアルネースあの幼稚園の覗きはまあ許されるかなあのリアルなんだけど俺水泳やっててで男子のこいつ女子のこいつがあってで真ん中ロビーがあったアクさんでわずかに水槽があアクさん水槽ぐらいの位置からこの本当にこんぐらい五センチぐらい ちょどの角度が楽さ女子高ーリの中が見える角度があって俺幼稚園生だよ幼稚園生なんだけど幼稚園から小6ぐらいのお姉さんたちがいて俺幼稚園生ながらにずっとその角度見てたこんなはずっとそれはどういう気持ちでなのエロいなってうわう。幼稚園にして今思やばいやつやばいよ本当にそうそうそう 幼稚園ってだってチンコあるないぐらいでしょなんでお前チンコないの鼻水垂らしながら俺はすでにもうあ俺にはチンコがついてて女の子にはおまんこがついてるんだっていうのをもうすでに認識しててマジかでそれはエロいって俺はもう認識しててずっと見ててこんなう。幼稚園生そうそうそう うわあがりえさんから怖すぎやろ一発目から大丈夫ですか僕もドン引きしてますけどこのコーナーあと40分くらいでこんなのありますか俺からしたらこんぐらいは別にいいかな別に幼稚園生だしあ。 幼稚園生でその性の芽生えがもう始まってるってい、うん。そう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 。あのー、僕はですね、小学校五年生の時にあ,、はいはい、あのー、めっちゃ女子トイレに興味がも、うん、興味が出てきて、<laughs> これは、まあ、じゃあ,あ<ー>、あのー、言いたい性的な意味で女子トイレに興味が持ったじゃなくて、うんはいはい、そう中地純粋だったんですよ。純粋だった。小本当に純粋でした僕は。そう,そうそうそう。で、あのー。 ただただ探求心女子トイレ入ったらダメみたいな雰囲気がもう正午にはできているさ分かるこの洞窟なんだろうなぐらいのあ、そう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 いう気持ちであのじゃああの覗きに行こうと覗きに行こうっていうことで小学校で給食あったさはいはいで給食の後に掃除だったの掃除時間だったんですけどあのだから給食をねあのもう 5分ぐらいで食べて<う>先生、すみません、トイレ行ってきてますよて <laughs> で、って、これはね、あの俺一人じゃなくて、うんあの、何度か登場している、あのうん、竹富貫太で、うん、<laughs> この二人で計画を立てて。 2人で給食5分で食って女子トイレ行ってうわすげえ男子小便器がないみたいなマジか普通にんかあこんななってるんだっていう少年心でワクワクしてせっかくだから女子トイレでしっこしてみようぜみたいな発想が本当にエロい意味でじゃなくてでだから 小便器がないから大便器の方に入って個室に武富監督二人で鍵閉めてで便座上げて二人でチンチン出しながらっこしながら個室でそそそうううホ本当に探求心ででっこして流そうと思ったらまさかの女子が入ってきてやばい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 で隣の部屋に入って しっこしてる音聞こえてうわわやばい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 ってなってでもうトイレの水流すわけにもいかないからバレるから忍び足で出ようとしたらそしたらそのトイレの前からまた女子が女子の声が聞こえて今出たら鉢合わせになるから出れないっていうことで修羅場だからどうしようどうしようどうしよう竹富こっちって言って掃除用具室入れ。 物置入れに2人でパタンって入ってで、通り過ぎるのを待ってたんですけどまさかのそこでベルが鳴って給食時間終わってそのまま掃除時間に突入してそしたら掃除時間になるんで女子トイレの掃除メンバーが入ってきて。 たまたま、たまたまそいつらがめっちゃサボるやつで。で、掃除をしなくてかずっとおしゃべりしてて。お前掃除オグスいるんだよね。俺と竹富カ太は二人で。やばいやばいやばい。もう何も喋れない。何も喋れない。で、そして、あのじゃ、あ良かった、あの、もう掃除が終わるまで、こいつはずっとサボっとけって。願いながらやってたら、あの、この話し声が聞こえてくるわけですよ。あの、女子が、ね、来てって言って。で、ここ、絶対男子がしっこしてる。 便座も上げ上げたまんまだしあ、そそそかかか流されてないしえ、気持ち悪いみたいな気持ち悪いって汚す汚すでここにいますよ僕はっ犯人がこれバレたらまずいと思ってでそうこうしてるうちに掃除のチャイムが鳴ってうわよかったと思ったらあの女子が。 その物置のドアをガチャって開けてキューッてなって俺だ武富はもう本当にどうすればいいか分からんから焦ってとりあえず走ってうわーってやってであの放課後に普通に親呼び出して。 恥ずかしいな。恥ずかしいでその竹富は今でも同棲みた <laughs>、はいそれのせいやしや。<laughs> やばいだろ未だに同棲って。やばいな。まあでもこれ俺エロい意味ないからね。うん、はいはいはい。タークウーさんから中地くんの勃起ツイートよりやばいねって。うん そうそうこいつ今からふとボッキツイートするんすよ。僕ふとした時にあのボッしたっていうのをみんなに伝えまいやいやいや。あの無償に伝えたくなるっていう病気。病気じゃないよ。やばいヤバイやつだ。ボッキしてるの僕のボッキをみんなであの共有したい。で、おかしいマジヤバイやつで。じゃお前でも今とか下ネタばっかさ。はいはいはい。俺下ネタっていうかじゃない普通にひどいのがあって。うん。俺小学校の頃よくうんこ漏らしたくさ。 小一なんだけど、小六まで漏らしていたけど。小一の頃ね。小六でうんこ漏らすは結構大問題だけど。めっちゃ漏らしてて、一番ピンチだったのが、授業の、国語の授業中漏らした分うんこ。授業我慢できない。小学生って我慢できんさ。はいはい。で俺、これ普通に国語の授業受けてた。で。やばい。うんこしたいって思って。うんうん。 で、あの頃ってうんこしにトイレ行くの恥ずかしいのあるさ今思えばありえんけどなんかうんこ恥ずかしいってあったなってうんこ行けんくてで、授業中小1だからあんまりトイレ行ってきていいですかっていうのも言えんかったから始めてんで怖くてやうんこもうんこれると思って俺手入れたアクサ手入れてえちょっと肛門にってこと肛門に手入れて入れてるんだズボンに入れてパンツ入れてで、ちょっと手あの、ケツ浮かしてうん ブリブリブリってうんこしたあしたで授業中授業中でみんなもいる手にうんこすんのお前そうで俺後ろから2番目だったんです後ろもいるけどがっつりうんこしてでうんこ持つよこう手に持ってるんだもん持っててお前の右手うんこ持っててそれは俺服の中にずっとこの人で俺授業1時間 たその後思った時刻休み時間で徐々になんか臭くないみたいな「いやいやそれはそうだ」っこれやばいやばい」と思ってでこのうんこどうしようと思ってゴン箱に捨てられてもいかんわけさ後ろから2番目さ後ろ側だったわけさだからこっそり休み時間始まった瞬間後ろ行ってロッカーのティッシュが置かれててティッシュを。 パってとかして、うん、うんこを置いて壁にティッシュでぐちゃって衝撃的だカメラと壁とティッシュで俺自分のうんこ挟んで、うん、俺その後一応最低なんだけど、うん、俺その頃からやっぱ明るいキャラだった一応は,は,、はい、は明るいキャラでチェンチェンみたいな小一、はい、そういうキャラで俺え待って うんこくさんお前から言うんださお前から言うんだ俺めっちゃ最低なんだけど最低だこれあのいじめられっこっていうかちょっとい,いじられっこみたいなキャラクターがいてまじゃあ大輝くんっていうんだけど、うん、待って大輝くんくさいって言ってこっから匂いがするって言って

あのうんこみんなうんこ大樹って言ってるけどそのうんこ大樹のうんこじゃあ僕のうんこなんですって言って暴露したっていう普通に最低本当に最低だし衝撃的なんだけどそうたんさん頭よくて頭よくないだろない先にいったもん勝ちなんですよ違う違うじゃあ先にいった人怪しまれんねん右手にうんこ漏らす時点で頭悪いからね先にいった人怪しまねん あ、ほんだこうたくさいな犯人に逆そうぜいいねいいねみたいなはいはいはい、<う>第一発見者はそうそうそう,うーわ、うん、だよくあるさ、サスペンスでも、うん、第一発見者が犯人パターン、うん、意外とそうだから 信じられないんだけど、うんこを持つっていうの本当に普通に最低な話。あ、道ある。大樹くんが大樹くん。大樹くん。一番かわいそうじゃないて、今日はってるのさ、後ろにうんこあるからね。えん罪、えん罪、えん罪、え罪っていう。さあ、今はちゃんとね。 ちゃんと今、有効な関係いてあの時は笑い話になるのこれ大輝くんだけあんま笑わない普通に最低な話最低だあでもたんさんからそれあるあるですよねおならしたやつが臭いって言いますよねそう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 うんこですよでもうんこを手にね漏らして教室の後ろにやってあの時のドキドキ感半端なかった本当に半端なかった え、衝撃的なんだよ。臭いって言わないで臭いって言わないで臭いって言わないでトイレに行きにくかったな小学校あれあれだなこれなんでだろうねあれは不思議だよな中学校になってからはねドヤ顔で先生うんこしてきますドカーンさウケるやんめっちゃあったよねこそこそであったさ小学生がうんこ流さないの理由さそれジャーって音が怖いからはい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 。 これどこでもあるか、うん、で誰かが言い出すばよ「うんこしてくる何でお前らうんこしてくるって言わんば堂々と」ドードーーみたいなうん、うん、そういうやつが現れてそこから徐々にみんな普通はい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 なるほどはあ、これは深い深い,い,い、ね、本当にだい大丈夫ですかいはいはい、じゃあ僕の話、うんうんうん えー、じゃ、中学校の話をしようかな。はい、<laughs> 今のところ最低なことしかない。中学校はね、<laughs> あのー、僕、生に目覚めまして。<laughs> 気持ち悪いの。え、でも、男子で生に目覚めるの、の中学校って<い>。結構遅い方だよね。うん、まあ、目覚めてたっていうか、興味があって。 オナニーっていうものがあると聞いてて、うん、このようにはオナニーがあるオナニーがあるっていう噂を聞いててで隣のクラスにオナニーマスターがいる何そのポケモンマスターみたいな噂を聞きつけて で中一だからまだ友達でもないからあの竹富とねまたねまた竹富さんあ竹富と二人で一緒にオナニーマスターのところに行ってすげえなんか漫画みたいすいませんオナニーマスターですよねいやいやいやおかしいだろうオナニーマスターですそうだけどって僕たちにオナニに教えてくれませんか本当にいやあのかっこいいなオナニーマスター本当にどういうものなのか全然 想像できなかまあまあこれももう本当に探究心でねじゃあ OK わかった指導してやるから今日お前んち行くわって言ってで放課後に3人でねオナニーマスターと僕と竹富この3人で僕の家に行きましてでオナニーマスターがじゃあ今からオナニ教えるからとりあえず おかしいだろら脱げリーダーシップ半端でな。で、チンチンポロンってなって、で、聞き手は何てか。そっから始まるんだ。はい、右手ですって言って、じゃ聞き手で、チンチンをいじれって言われて、わかりましたそこは自由なんですうそうそう、いじれって言って、あ皆さん、コンティニューコインありがとうございます。ありがとうございます。シュータンさん、ペーターさん、コンティニューコインありがとうございます。ください で、あの、しこしこ。ありがとうございます。で、あの、その時は、まあ、あの、エロい気持ちもなかったし、友達とこもいるから。全然ね、あの、エロい感じなら。うん、エロい感じもならなかったんだけど、そしたら、オナニーマスターが。心理テラスさん、コンティニーコン、ありがとうございます。あの、オナニーマスターが。あの、まず、セックスわかるか。ってい、はい。で、なんとなく、なんとなく、分かってたんだけど、女の人に入れるみたいな、それぐらいの感覚で。 X はもうものすごいぞって言って、うん、まあオナニーマスターも童貞なんだけど、えー、同定会、同定同定、なに AV 見て語ってれば、うん、で、あのこのオナニーマスターが言わく、うん、この板こんにゃく、でか、うん、いこんにゃくに穴を開けて、うん、あのチンチンを入れたら、うん、あの女の人に入れた時と同じ感覚らしいぞ。 助言をしててくれえと思っで気になるから分かったって言って家にこんにゃくがなくて隣の家におばあちゃんちがあるからおばあちゃんちに行っておばあちゃんは料理めっちゃ作るから普通にでかいこんにゃくあっておばあちゃんに「おばあちゃんこんにゃくもらっていい?」って言われて「いいけど何に使うの?」以上うん 言ってすぐ竹でも言えない,やい,やいやよね。でもこんにゃくにあの穴開けてね<ー>であのー、最初にね竹富があの入れ、うん、入れたんだけどあの竹富がほーほーあーあー,ー,ーってなってすげーどうなってんだこれ <laughs> すうなってなってお前からしたな、うんだ何これ竹富大丈夫かってめっちゃめっちゃ気持ちい,いって、うん。<laughs> でも、竹富が入れたこんにゃくにはさすがに入れられない。あ、それはさすがにね。っていう僕の初女になっいやいやいやなん何の落ちたば竹富はだから、ちょっと童貞だけどこんにゃくには入れあでもこいつら、マジ吉がやったな。お前とあと2、3人誰がいたか分からんけど、首里菓子、僕の母校のメンバーなんだけど、はい2かな、二か 2? 高二？2? 二？高1かな。こいつにお泊まりしたんですよ。俺とこいつ合わせて4人で、あと2人ですね。でで人 俺と、もう一人がベッドに入れて。はいはいはい。中地と、もう一人は、下に寝てたんですよ。で、俺、普通みんなゲームして、わーってブレスして遊んだ後に。そろそろ寝るか。寝ようって言って、おやすみ、おやすみ、パチって電気して。俺も寝てたわさ。そしたら、俺、何時か分からんけど。ふと、パって目が覚めたわけさ。あ、目が覚めたっていうか、なんか目が覚めて、まあ、目は開いて、開けてないけど。そしたら。くち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 。で、部屋中に。 き渡ってたってて、まず俺、どこみたいな。分からんさ、中中中に入れて。はっはっはっははと思って、えくちくち、何この音って言って、パッて電気つけたら、こいつら3人が迎えて同にしてたんですよ。こんなにしてリやるっす、やるっす、これは。きちがい、きちがい。これはまた。で、3人が迎えて同にしてて、あーってなるなって言ったら、なんか同に選手権してたみたいな。電気消せ、電気消せ、ああみたいな。 口気持ち悪いって俺トラウマだからねあれから3日間ぐらい俺夢にクチクチクチって出てきたのマジでトラウマいや気持ち悪いのにそういうプレイじゃない本当にだからノリでオナニー対決しようって言って友達の前でオナニーとか絶対できないでしょまあ典型したもんねあのでテンションもそういうテンションならないでしょ友達の前で勃起なんかするわけないからだからあの 治療対決みたいな治療だ早く行った人の勝ちみたいなじゃあ走対決だあまあ走漏対決かゲーム早く行っとで優勝者はあってあかりえさん優勝者は優勝者は誰だったかな 違う結局3人とも意見かったんだよああそうだそうだそうだだって俺が電気つけたえーみたいなええーなやったみたいな違う違う違うルールがあってだからあの、AV 禁止 AV 禁止想像のみ想像のみだからみんなくちゅくちゅなってるからもう本当になえる当たり前だろや気持ちはねホ本当にあのすごい 途中から、だからみんな最初は笑いながら、え、気持ち悪いとか、えー、全然たたんよやみたいなのやってたんだけど、うん、あの、途中からみんな無になり始めて。うん、えー、終わっとちてき違い。うん、もう自分の世界に入り込んで、うんうん、ちなみに俺、その時、大島優子とセックスする <laughs> <laughs> やめろ <laughs> 途中で起きた俺の気持ち考えろ俺、状況をつかめんかって、<laughs> って<る>みんなあります起きて電気つけたら、男3人が迎えナ女にしてるっていう、<laughs> 地獄でしょ 地獄ああのの僕ねあお泣きんしてた時期があって高2の時にお泣きんしてた時期があってで、1か月ぐらい続いてからであの本当につらかったけど一応ここまで来たから続けようと思ってお泣きずっとしてたんだけどあの友達がある日泊まりに来てからでその時 その友達とバイト先が一緒で朝からのバイトだったからあのそのままオレンジから近いから泊まっていくっていうことで寝てたんだけどあの深夜3時ぐらいかなあのめっちゃどエロい夢を見てであのパッて目が覚めたらめっちゃ抱き枕ぎゅうぎゅうに抱きついててで股間がめっちゃ湿っててでなんだろうと思って電気パッてつけてみたらめっちゃ無精してて。 これはしょうがないでしょ何でこんな長い時間かけてこんな面白くない話したばんってだから失礼してしまってこれはでもオナニーじゃないし生理現象だからカウントしないと思ってでもういいやと思って普通にパンツ履き替えて新しいパンツ履こうとしたら友達が「中地何してんの?」って言われてあ あのちょっとちょっとお着替えええっこんな時間からって言ってで普通に無声がバレたもういいよそんなマジでマジでいらんその話普通にキモいだけっていういいわそんな普通にキモいわじゃあいった下ネタは忘れよう中下ネタ行き過ぎ気持ち悪い普通に普通に気持ち悪いからちょっとね俺リアル事件があってあの俺の これも気持ち悪いんだけどスポブラ事件っていうのが下ネタだろこれ下ネタこれ下ネタ俺一の頃にあにスポブラが落ちてたんですよ女子高位室の前に落ちててで普通に高一だよ16歳スポブラで見たらさもう汚れてるスポブラだったらさ明らかに車にも踏まれてこれ俺のもんしようと思って俺取ってからうん めっちゃうわって言っていろいろアスンタークさかぶったりとかねまあって匂い変えたりしてで先輩バスケ部だったんだけど先輩が「うん、待っとスポブラリやし」。 青春さ正直こう言ったら「待って俺にも匂いかかせれみたいなやって「先輩すぐ返してくださいよ」って言ったらその先輩もまた先輩その先輩もまた先輩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 またがししてまた貸ししていってそのまたがし10股ぐらいした相手がまさかの学校の先生に取られてで「このスポブラ誰のか?」って言ったら「これ孝太郎です」って言って俺校内放送で「の金川浩太さん職員室でスポブラを預かって」 今すぐ取りに来てください。に俺マジで地獄だった本当にどっちの意味でも終わりさ俺が日頃スポブラつけてるっていう意味で捉えてもやばいし俺が普通スポブラ取ったみたいな感じでもやばいさ。でん地獄だったねこれはガチで地獄だったな何が起こったのああマジでどういう流れで俺スポブラ持ってるのみたいなあれやばかった。 大丈夫かなやばいな今のところ今のところやばいな今のところやばいよな下ネタしかない下ネタしかないんだけど大丈夫か俺一応一個あるんだけどははいいあの墓場でああのま俺高1なんだけどめっちゃもう今思えば本当に最低なことなんだけどあの墓場でセックス事件ってちょっと笑えない笑えないっつって墓場で。 人が来ないからね、そう墓場な中ではないんですよ、墓場の目の前、さすがに中ではないんですけど、めっちゃックスしてて、めっちゃ見られる気するわと思って、ぱって墓場の名前見たら、墓場の名前が中地だったっていう。 知らんよやめっちゃ泣いた。知らん。ごめんそんだけ本当にこれこれ普通にダメな話これは本当に。まあ高一だから本当に皆さん許してください。謝る。さすが今もやらないぞ本当に。中地に謝れ。全国中地皆さんすみません本当に。先祖中地皆さん本当にすみません本当にこれやばいや。普通にやばいな。大丈夫これ。なるほかなる。ああまあいろいろあるんですけど。 さっきみたいなのやめてないほんに普通に気持ち悪いみたいな俺でも気持ち悪いけどじゃあ僕も恋の話を高1の時にあのもう初恋って言ってもいいかな正式な初恋をしてめっちゃいい感じでめっちゃ仲良くてで俺ジャージとかも高校のジャージとかも交代してて付き合ってもないんだラブラブやんうんでもなんかほぼ付き合ってるみたいな 感じでこれは一応んか微妙な感じだったから男として区切りをつけようってことで祭りに誘って祭りに一緒に行こうって言って一緒に行って手凧祭りです花火が上がって一緒に見て最高のロケーションの中で告白人生初の告白をして。 でその彼女の答えがまさかのごめん、無理って振られてしまって嘘でしょと思ってでなんでって言ったらちょっと今はなんか彼氏とか作る気分ではないって言われてああ、そっかと思ってそれはあるかなと思って彼女、部活生だったんでそっかと思ったら1週間後ぐらいにこのうたと付き合って。 これ、ゲロ飽きそうになってからしかもしかも彼女側から送ってるよねお前に多分いや、いい感じだって俺からやっなのけど一応二人で二人しかコンビ結成してたんすよばっかぐらいしててで俺あの、お前とネタ合わせ初めてしたぐらいかなははいいお前がね 俺、荒川さやに告ろうと思う。名前出すわけね。告ろうと思うって言って、いや、別に大丈夫だよ。まぁまぁまぁ。告ろうと思うって言って、で、俺がずっと俺、あやべえと思って、めっちゃいい感じだったと思って、好き好きってはいたわあ気まずいって、お前が俺、明日た告ろうと思うって言って、待って、あいつ俺のこと好きやさ、どうしようって言ったけど、お前に俺のことあいつ好きだから告んな って言えないじゃん言えないから俺どうしようよし言わないかって思って中千頑張れって言ったからそしたらこいつうだ。俺頑張るわって言ってたたたたみたいなそう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 自信満々で友達もその祭りの時応援してくれてて同級生に中千頑張れよみたいなお前だったら絶対できるって言ってよし行ってこいって言って て振られて <laughs> ででこの友達もジャージ交換してるとか,なんかいい感じのの知ってたから OK されたでしょうみたいな感じだったんだけど、うん、俺が帰ってきて、うん、雰囲気を悟って。あうん あ、そうなんだ、まさかの振られたんだってなって帰ろうかって四4人組で帰ってたんですけどチャリでね、2台に荷しながら帰ってたら友達に慰められながら帰ってたら帰りにめっちゃ暴走族に絡まれて本当にん嘘じゃないんですけど本当なんですけどあの全財さん、カツアゲされるって。 マジマジマジ。めっちゃふうんだな。うん。チャリ。振らバイクの軍団に囲まれてから。マジで。お前なんか金出せみたいな。マジで。うん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 。で俺はもうもう精神ズタボロだったから。お金とかどうでもいいですから。お願いします。おかしいだろ。お願いしますって。ぜひもらってください。ああ本当にあの時はちょっとコンビ関係ボロボロなりかけだった。そうそうそう。 サーヤのせいでね。<laughs> やべろ。まあ、俺も1週間ぐらいすぐ別れたから別に大丈夫だったいやー、マジで。お前っていうのがグロいわ。マジで <laughs> おてん、これ。だって彼氏いらないって言ったもんね。<laughs> まあな、リアルおてんだな。あやべろ,、うん、ろやろ。まあ普通にまあね。まあそういうことだったんでしょ。<laughs> <laughs> <laughs> そっか、俺側は、まあ、付き合った側だからなんだかんだいい思い出みたいなやつか。おもろいな。信じられない、マジで。うん、じゃあそろそろもう。 俺の一番の人生のお手言うも何何俺の。全部、全部一応最高得点キープしてるよ、お前の場合。俺、マジであのさ、ずっと100点をキープしてるよ。これが一番もう本当に事務所にも隠蔽してるやつなんだけど、俺、高2かな、高一高2の頃の事件。まあ、何だか2、3年前だからもう、時効室よ。未成年、今もう19歳やし、さすがにもうやらないんで、僕、高2の頃に、友達と夜2時ぐらいに、女子更衣室に、 新入試ようってっ学校のありましたねここまではまだまなんていうのかよくありがちじゃん漫画とかの青春漫画でありがちさまあまあまあノリでノリの延長で許されるかなわかんないけど入ってまあまあ高校生の時ダメですよ本当にダメだけどね入った秋さんで女子バスケ部の校室があってよしここは天国だって言ってハンガーでずっと鍵ガチャ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 ってやった秋さんそしたら <お> <laughs> って聞こえて <laughs>、うん、俺その場所が更衣室だったんですけど 2>, うん、うん、2階なんですよそプレハブが1階がプレハブで1階が男子更衣室で2階が女子更衣室だったそうそうそう階段降りんと行けんくて警察がねパトカーが3台来て、うん、3台でプレハブの周りをパンパンパンって封鎖されてうん、うん、俺はもうパニックもうハハハハッ なはははってなっっっってて、てて、もパニックりすぎて、うん、まさかのあの、あの友達3 4人で行ったんですけどうん、うん、全員女子トイレに隠れるっていう <laughs> <laughs> 全員女子トイレに隠れるっていうみんな女子トイレに4つ部屋があって <laughs> あの、ね便、はい、とかする場所があって別々の場所にバタン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 ってみんな隠れて。<laughs> <laughs> ずっと怯えてるわこれ人生で一番怯えたこれはリアルねえっさいいろやばいさ親学校友達まあ法律的にも全部やばいさ俺めっちゃ怯えてたら警察がんント漫画みたいにおいる々上がってるんだよこれはもうたいな通報されたってことなのそう通報されてその辺に車いっぱい通ったからいっぱいたまんだけどはいはいはい放してるみたいなはいはい今すぐ出てこいで俺らずっともうずっとで ピンチでトイレの鍵がなかった、えー。トイレの鍵がなくて、うん、なんかあなかったってあったけど閉まらんかった朝この横のスライド式のガチャンっていうのがはい、はい、うガガガガガガ,ガ,ガってなってて、まあ俺の場所だけあったの、まあ。焦ってるしね。うん、で、あみんなかな。で、俺もう閉まらんから、うん、取ってみたいのないじゃん。トイレって、うんうん、この。 ごくわずかのこのつまみみたいなつまみをずっと掴んで <laughs> ビク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 ってまずっとやば,やばい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 って掴むのないよ指紋で掴んでるみたいな <laughs> ずっとビスでおいいろんなわかってるんだよ出てこいもうもうちょい出てこないさうん、うん、そしたらバレてるんだトイレにバレてるぶん、うん、そしたらあのあっちがドアをバッて掴んだぶん、うん、反対側にあるさとうん、うん、でグッて引っ張った俺 一瞬、ニュって、ニュって開いたわよ。そして顔が目があったけど、バタン閉めて、閉めて、おい、今、いただろうって言って、おい、ガキがみたいな、本当口悪くてから、おい、ガキみたいな、お前、高校生だろ、おいみたいな。いの分かってるんだよ、あっちは取ってやん。俺、つまみさ、もう勝てるわけないさ、あっち大人だしね。でもう一回、おい、勝負開けるぞっって、また、バンって開いて、また目やって。 みたいなちょっとまだ何度もやってで結局バーンってなっておいってこれ犯罪だって逮捕するからなってめっちゃお怯えててまあ今結局バンとかされてんけど怯えてたらさお前一人か言われてもちろん友達かがいはいあ僕一人です」「本当だな」「嘘ついたら罪重くなるぞ」「本当だな」「おおそこは一応かばったんだはい僕一人です」 バーンってやったらもう一人がボロって出てきて <laughs> だって同じつまみだから <laughs> バーンあの、警察が片方でバーンって開けたら一人バローって出てきてでおい本当にお前ら二人だなみたい,いな、うん、お前ら二人かって言って、うん、はい二人ですバーンじゃもう一人がボ,ロボロボロって出てきて <laughs> でお前ら三人だなはい三人ですバーン四人四人出てきてで最悪な普通に、うん、でもギリギリ良かったんだけど、うん あの普通に自分の高校だったから不法侵入にならんかったわけですけど一応深夜徘徊になってな、ね、まあ普通に歩道で終わったんだけど地獄はその後だったよ <laughs> だ <から S 1> あの <laughs> 生徒指導日誌っていうのがあるんですよはいはいはい、はい、まあ警察だったりにはならなくて、まあ、普通に歩道で終わって<ー>その後普通に生徒指導室で指導室行って生徒指導の先生って<ー>例えば携帯取られたら 携帯の罪みたいな携帯没収とか書かれるさ深夜拝観俺女子高椅子侵入って書かれてるリアルにで俺めっちゃ恥ずかしくて日誌って毎時間担当の先生がはい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 評価をねするんですよ評価してサえンといけんですけどもう渡すたびに絶対先生「あもう何したの今回は」 とかうさだにしたの今回は何携帯取られた何って言って女子コース侵入したやるのはずくてでもっとあの本当にデリカシーなかったのが担任の先生であいいの朝の会で俺本当に友達に隠蔽したかったそうでねめっちゃ恥ずかしいさ男子にもこれはちょっと通用しないやつだからこれは担任の先生が「お前ら!」って言ってから「昨日金川幸太は女子コース侵入で捕まった!」言って言って 浩太 <laughs> がまともな人間になるように応援してくれいや <laughs> 誰が応援するわよみたいな <laughs> 誰が応援するわそんなやみたいな。<laughs> 終わってるさなんかほんで深夜徘会が多いやつとかだったら友達を応援するさ「お前夜出んなよ」みたいな「家で遊べよ」みたいな言うけど女子高ーに侵入して「誰が応援するば」みたいなそう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 マジで遅刻だったで前日ぐらいにねんかその近い日に全校集会があってなんかたまたまこれとは別にね不審者があほんとに女子高ーに侵入してなんか下着とかあさ 盗まれたほんで警察ザタなったんですよちょうど俺たちそれ知らなくてそうそうそうそれの1週間前にリアルな犯人が侵入して下着取ってたんですよで俺らその後に全部言われてうんうんで懲戒もタイミング悪くて全校生徒に行ったのがそのタイミングだったんですよ俺達捕まったぐらいに最近不審者がよく出るそうだみたいな女子高生不審者がでよく下着を取るそうだみたいなそう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 ジョバスの下着取るそうだみたいな犯人はまだ捕まっていないが たみんなが、いや捕まったんじゃない捕まったざわざわって言って俺はタイミング悪いね俺ね首里貸しにね戦列が走りましたねだからあの捕まった日の朝34時ぐらいに俺に電話が来て普通に寝てたんだけどこうたから中ちの俺女子コ衣室に侵入したんだけど警察に捕まってた うん？と思って寝ぼけてたし、俺。うん？どんどういうこと？今警察にいるって言って、あの漫才できないかもしれない。高校高校辞めるかもしれない。リアルに焦った。本当に本当に待ったなあれ。でもつい信じてなかったんだけど、次の日学校行ったら、こうた侵入女子高生侵入したってよ。めっちゃ噂になってて、これはひどい。 よかった、本当によかったのかなよくここまで俺卒業で行くでしょよかった、一生したくないと思った怖かったもん、めっちゃ本当に最悪ですよ、これ人としてマジででもこれ過去のことですからこういうの全部ひっくるめてね人間っていうのは成長してるんますよ、皆さん失敗してもね、へこたれないで。 女子コイスに侵入して警察に捕まっても、こうやってラジオで、また <laughs> <laughs> やっぱ、捕まってはいないけどね、うんうん、捕まってはいないけど、まあそうっすね、まあ、本当にもう、うんうん、もう皆さん、今ね、女子コイス侵入してる人がいたら、今すぐやめてください、本当にやめてください、僕たちが説得しても意味ないんですけど、<laughs> ちゃんと、本当にね。 授業だけこれは本当にひどい AV 見てください AV で AV の AV の世界でとどまってくださいよく企画もんとかでね侵入してみたとかありますけど彼は本当に実行しましたす。実行したらすごいことある AV と現実は違うっていう違うんで皆さん気をつけてくださいねいい曲になったんじゃないでしょうかどうですかいい曲になりましたね皆さん僕たちのような人生歩まないように気をつけてくださいそれではここで先ほどの k y デンジャラスのアンケート調査結果発表今週のお題はですねはい何でしたっけえー、今週のお題は、えー、あなたは誰にも言えない人生の汚点がありますかということでですねこれすごいっすよ、はい、すごいっすよ、はい、結果ある、はいはい、が84%ない、えー、16%すげえな んなあるんだね。案外みんな女子コイス侵入していや、ないして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 ない。みんなと案外あると思うな、そういう。リコーダー吹いたぐらいみんなあるんじゃんああ、ありそうだね。男子はね、女子だったらね、なんかまあ女子同士のいざこざとかでね。そうだね、いろいろあるかもね。靴隠したことがあるとか。ああ、そこ、リコーダーうまくなったもんだって。普通うまくなったもん。 まあまあみんなね、お点はあるっていうのをね認めて、これはもうお点だって、自分の中で、だからもうやらないようにしようってね、ちゃんともう反省して、次に進んだらいいと思います。以上、アンケートバトル、センスがあるなどっちでした。それではメールが1件届いてますね、メール、ますかコメントもたくさん来てるようなので。なんか 開けないですねのじゃコメントコメント読んでいきましょうか。心理テラスさんから説得力ねえよ。全然ねえな。ほんと、俺たちを学んでね、悪い意味で学んで。はるかさんが、そんな人が同じ学校にいるとは、同じ学年じゃなくてよかった。はるかさんに声ですからね。ほんとにビビったよ、俺は。本当に笑えなかった。ああ、よかったなあ。れな お母さんの気持ち考えが。そうだよな。お母さんの気持ちがやばいな。ああ、もう。これ遺伝かな、俺の子供はそんなことするのか。最悪。俺は注意できないじゃん。どうするの?。例えば、子供が。先生に呼ばれてた。はいはい。光沢の息子、光沢さん、あなたの息子が。女子高生侵入して、突まりました。ああ。怒ってください。はいはい。俺なんて言えばいいんだろう。はいはい。おい。そうだね、確かに。二年後は。 するなよ説得力ないね確かに何も言えな,いな。心理テラスさん。はいはい、でも昔のコウタがいるから今の面白いコウタがいるんだよ、うん、だからこういう調子乗らすコメントとかやめましょう <laughs> これ本当にダメですからねやったら <laughs> ダメですよ本当に中地ないっけ 僕も、まあ、あの高校の時は、はいろいろダンス部の部室に侵入してあるやし、あるやしや全員の前で土下座してます <laughs> 全然あるやしはい、はい、しゃあないですね、これ、はい、<laughs> 今日は本当にひどいですよ40分間 <laughs>、はい、ひたすら k y デンジャ a l の価値を下げるという、はい、皆さんこれはもう絶対言わないでくださいね、本当にありがとうございます、ラジオ来てますね、はい、それで呼んでいきましょう、はいはい、ラジオネームお笑い大好き高校生さん k y デンジャラス u s 人、<S はい、<S こんばんみーではなくこんばんははい、こんばんみー。俺ら今までこんばんみーって言ってたっけ言ってないと思う。<laughs> <れ> KY の二人に質問です。お笑いをやって楽しいことは何ですかあちょっとポップな内容になってきました,、ねよた。よかった、ちょっと嬉しいわ。中田さんはいはい、はい、お笑いやって楽しいのありがとうとは、あのー。やっぱり。うん されますからねだからつきあがるんだろうねちょっと許されるっていうのもあるんじゃないねえよねえだろお前やばいことしてもないか許されねえよ全然俺はもう本当にダメだよ中田猫さんから男子ってみんなこうですかみんなこんなですまじで隠してる隠してるみんなこんなです隠してるだけでみんなこうだからそういう生き物しょうがない 遺伝子が悪いこれはね遺伝子だよ男子ちしょうがない本当にもう女子もいるのかなああいるんじゃないもしかしたらこれはしょうがないと思うよお笑い男子高校生さんはねあれなんですお笑いを今しようかどうか迷ってるんですよへーそうそうだからぜひねお笑い始めてください楽しいですよ本当にはいはいはいぜひあっ公平です公平 LED 圏の公平自分相方を突っ込むときが一番楽しいですかっこいい いいな俺たちってツッコミないからな特にツッコむの嫌だからこいつがなんかボケてもおおではない2人ともバカだからねそれですね今日もですね僕たちのおでんおてんをいっぱい語ってしまいましたが皆さん本当にね周りに言わないようにお願いします隠蔽してくださいこのメンバーだけでねそしてですね皆さん今後こういうことしたように僕たちを見習って 生きていってください。はい、<laughs> それでは、<上>今日もどうも、ありがとうございました。デンジャラスナイトでした。耳いてはい。ツイキャスは、あと何分。四分ぐらいかな。来週がさ、めっちゃ楽しみ、はいあ。来週がですね。ちょっとあ、あの、今話題の、ラッパーのね。うん、あの、レオクマ。レオクマ。 レオクマをんで、あの、タトゥースペシャルっていうことでタトゥーについてまあ僕たちタトゥーもちろん入れてないんですけど一般人から見たタトゥーの意見とか素直にあのねレオクマがめっちゃすごいんです根もいっぱい入ってるし腕もいっぱい最近も腕でっかいのでれてるそうそう最近も入れたばっかりで実際にレオクマ入れてる人だけじゃなく堀氏堀さんもタトゥー入れてくれる人をあの、呼んでそう堀さんでいいろろねもうねいいのも悪いのも話そうと思っ やっぱタトゥー入れててよかったところもあれば実際に調べたらねなんか5年後には9割の人はもう消してるっていうデータもありますんでそういうとこもズバズバねもうちょっと失礼だなと思うのもどんどん聞いていきたいと思いますホンまあタトゥーかなどう思うトって俺はもう一緒なものによるけど俺はあんまりやない正直やっぱタトゥー入れてる人いたら ちょっとやっぱちょっと怖い目で見てしまう。そうなんだよね。だからこれ偏見なのかなわからないけど。ちょっと怖いなって思う。そういうもう教育されてるから、もうなんかタトゥーイコール悪い人、ヤクザみたいな。あそう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 。だからそういうのもね含めて、まあまあ今はさちょっとかっこいいなと思うけど、やっぱこれが三十四十五十なったときにどうなのかっていう。ああ、そういうのもね。おじいちゃんになったときに。後悔しない。子供ができたときにっていうのがあるのかな。はい、心理テラスさんから。 はいははいはにうんこのタトゥい入れるべきじゃいなんでおはいはいはいだろなんでここい俺うんこのタトゥはい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 いんいはなはいはいはいていは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 いていは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 たはい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 いはいいはいいはいはいはいい 目の下になんか線みたいなのが入ってるから、何ていうのかな、ナルトのかかしみたいなタトゥーで入ってて、ちょっとこれさ、どうすんだろうと思って、バイトとかも限られてるうだけに大丈夫なのかな、な、子供がじゃあタトゥー入れるよ、これ聞きたいな、あいつらに。 聞いたことあるのが堀氏は息子にタトゥー入れないでって言うらしいへえだから子供にどう言うんだろうあー子供がタトゥー入れたいって言ったらええ一応普通に反対する俺も反対するな俺のそうだそうだそういえば俺のお姉ちゃんめっちゃタトゥー入ってるえっそうだそうだ今背中にめっちゃ大きいえっ親はめっちゃ反対した だだろろそうだめっちゃんいえば今思い出したんで写真とか撮ってああ全然全然ででも女の人がさよく胸のこっちに入れたりするとかあれはまだ隠しいるし正直女の人おっぱいの人そんなないから就職も隠してできると思うけど顔とか首はすごいなそうですねなんか俺30三十聞いていくんで残り20秒くらい はいはいはい来週ねじゃあ期待しといてくださいぜひ聞いてくださいはいよくまズバズバ聞いていきたいと思います以上でタトゥー入ったギャルとエッチ最後にめっちゃ好きだよ背中にトラのわからが入ったやつとセックスしたい以上でエンターテインメントありがとうございました。